近代、近代、近代、英語、モダンヒストリーは、世界の歴史における、時代区分の一つで、近世よりも後で、現代よりも前の時代を指す。日本語の、近代は、もともとは、英語の、モダン、ドイツ語の、ノイツアイトの訳語として考案された、和製漢語である。時代区分としての近代を象徴する要素は、ベスト・ファー・レン条約に始まる。 主権国家体制の成立、市民革命による市民社会の成立、産業革命による資本主義の成立、ナポレオン戦争による国民国家の形成など、18世紀後期以降のヨーロッパで成立し、現代世界を特徴づけている社会のあり方である。19世紀以後、ヨーロッパで完成したこれらの社会のシステムは、日本をはじめとする。 欧米以外の諸国にも伝わり、世界全体を覆うようになる。こうして成立したものが、地球上のほとんどすべての人が、排他的な主権国家の国民となり、国民が集まって作られた国家が、構成員として参加する、国際社会であった。この一連の過程が世界史における近代であり、近世以前の段階にある社会を近代的な社会に変えることを、近代化、モダニゼーションという、 通常、近代はヨーロッパ列強の進出によって、旧来の社会体制が転換された後の時代やヨーロッパ列強型の新国家が成立した後の時代と規定される。これに対して、近世はヨーロッパ列強が進出する前の時代やヨーロッパ列強型の新国家が成立する前の時代と規定される例が多い。その他の地域の歴史の時代区分についても多くの場合。 近世、近代、現代の区分が用いられるが、進歩史観の一種である、唯物史観の適用などが絡んで様々な説が提唱されており、時代区分が定まっていないことが大半である。唯物史観を適用する場合、近世は封建主義時代、近代は資本主義時代と規定される例が多い。また、近代という語は、現在の生態や国際社会の時代、 現代の一つ前の時代という意味を伴う。このため、アジア市では第二次世界大戦終結1945年を境にして近代と現代に分けられている。一方、ヨーロッパ市では第一次世界大戦終結1918年を境にして近代と現代に分けられていた。しかし、近年では東欧革命、 1989年を境にして、近代と現代を分ける見方も増えている。時代的な活気としては、西ローマ帝国が崩壊した476年を古典古代の終わりとする意識に対応して、東ローマ帝国、ビサンチン帝国がオスマン帝国に打倒された1453年と見直すことが多かった。これは古代帝国の遺産である東ローマ帝国が、 東方の異質な文明を持つ、トルコ人に打倒されたという事件自体の衝撃も、さることながら、コンスタンティノポリス、コンスタンティノープルか、イタリア半島に亡命してきた多くの学者が、西ヨーロッパの古典古代研究を刺激し、ルネザンスの人文主義流星のきっかけになったという、実際的な面を反映していた。しかしながら、今日では、 西文憲法、国民国家と資本主義といった近代を象徴する社会、経済、国家のあり方が現れた18世紀末期から19世紀前半を、近代の本格的な始まりとして、東ローマ帝国滅亡からルネサンスを経て、産業革命までの時代を、近世、初期近代として、近代から区別する。その場合、大きな転機となったフランス革命の勃発。 1789年が転換点と見られることが多い。従って、この場合はフランス革命からが近代とみなされる。一方で、日本の歴史学ではヨーロッパの初期近代にあたる時代の区分として、近世という子が広く定着しており、多くの場合、近代とはっきり区別される。アジアの歴史では、欧米列強による植民地化に着目して、 アヘン戦争から第二次世界大戦までが近代とみなされている。ただし、アヘン戦争前から欧米列強に植民地化されている国家、例、インドネシアが存在した点にも注意を要する。日本史では、応仁、文明の乱以降の室町時代末期からあずち、桃山時代、いわゆる戦国時代を経て、江戸時代が終わるまでを、近世、第二次世界大戦前を、近代。 第二次世界大戦後現代とみなすことが一般的である。しかし、近代の始まりについては、新政府の成立に則っ,って、明治維新、明治元年、1868年による皇室への大政奉還、王政復古とす説と、江戸時代末期の日米和新条約による、開国、開盟7年、1854年とする説の二説がある。ただし、一部には、 琉球史の観点から、アメリカ軍統治の終結に伴う沖縄の本土復帰、1972年を近代の終わりとする見方もある。中国史では、新政府の成立に則っ,って中華民国、新害革命から国境内戦までの成立期を近代とする見方と、西欧列強の進出とそれに伴う社会変動に着目して、1840年のアヘン戦争から、 国境内戦までを近代とする見方がある。朝鮮市では大韓帝国の成立1897年から日本統治の終結1945年までが近代とみなされている。ベトナム市ではフランスによる植民地化1887年から南北分断の終結1976年までが近代とみなされている。 西アジア市ではナポレオンのエジプト遠征以後が近代とみなされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。